経済ナショナリズムとは国家による経済活動の管理を重視する政策やそれを支持するイデオロギーの一つ。輸入関税や労働力、物品、資本に規制をかけてでも国内経済での労働、資本形成についての安定を重視する。多くの場合、新自由主義やグローバリズムと対立し、少なくとも無制限な自由貿易には懐疑的な立場を取る。 保護主義、輸入規制も関連する。大きな政府を施行するという点では、左派のイデオロギーと共通するが、左派のように、平等、幸福死を施行するわけでは、必ずしもない。経済活動が、ネーションの概念と不可分であることや、従来の自由主義と統制主義という二項対立では、そのことが抜け落ちてしまっていること、市場の暴走に対処するためにこの、 ネーションの概念をもってすることが望ましいことなどを主張、強調する立場という意味合いが強い。例として、ヘンリー・クレイが主張するアメリカンシステム、フランスのディリジスム、日本の通商産業省による商社と敗者の選択、中国の為替操作マレーシアがアジア金融危機にて発動した通貨操作アルゼンチンが2001年の金融危機において、 発動した関税と、通貨切り下げ経済政策、米国の国内製鉄産業保護のための関税などがある。2005年以降、政府が外国企業による国内産業買収の際に多く見受けられるようになった。ありがとうございます。